はい、こんにちは、今日はオーバーウォッチです。でファラを使っていきます。さて始まった。適当にロケットをぶっ放していく。ロードホックがいる、ルシオがいる。お、見えてるね。いいね、ありがたいね。でトレーサーがいて、ゼニアッタがいると、あと誰だ、メイちゃんもいると。でここでフォーカッションブローを使って逃げていく。メイちゃんが右にいるぞ。ゼニアッタ落としておきたいな。マクリとゼニアッタがちょっとパラ的にはきついかな。でカフィパックを取っていく。おっと捕まってしまった。あー今分かってたのに。今ねもうちょっと遅かったね。コンカッシブ使って逃げる気満々だったんだけど、ちょっと遅かった。あ、ルシオも一緒に生き返った。で最初は相手に取られてしまうか。でここで急速に前進してルシオをやっていく。やっぱねあんまり離れると見てから逃げれるからね、ある程度近寄って打ちたいね。こうやって近寄って、おっとゼニアットさんウルト使ってますね。メイちゃんを格殺していく。メイちゃん格殺してよかったのか。おっとっとっと、危ないあれにはかかりたくない。で占領して敵の復活を待つ感じかな。どうだろうね、なんかマクリーがあまりこちらを狙ってこないんで、やり放題じゃないかな、ファラとしては。おっとトレーサーがワープを使って戻っていく。で後ろから適当にぶっ放しておきますか。お、なんか倒した。でルシオをやっていきたいが、お、なんか5人連続キル出てるぞ。トレーサーとメイちゃん、トレーサーにロケットが当たっていく。なんかロケット撃ったところにトレーサーが当たりに行ったみたいな感じになってたね。ちょっと面白かった。でロードホック、あれ危険だからちょっと距離を離しておきたい。おっとマクリーさんに見られる。マクリーさんこっち見てこないね。でロードホックを撃つが、そろそろ逃げられてはいいな。あれ鎖打たれてすぐにやられちゃうからね。気をつけなきゃいけないのがゼニアッタ、ロードホック、マクリーかな、この構成だと。ソルジャーとかも出してこないからな。おっと危ない、危険だ、逃げる。おっとマクリーのウルトが光ってる。どこで光ってるかわからない。あ、マクリー使いやられてんじゃん、かわいそう。おっとやばい、ちょっと視線を合わせたくない。もっとまずいな。コンカッシブで範囲外出て上から撃っていく。ルシオ優先的に狙いたいが見えなくなったので、ゼニアッタか。ルシオまだいるね。ほらあー、ゼニアッタのウルトがこのタイミングで入ってくるが、味方の方が多いんでこれは負けない。ゼニアッタを倒していく。でロードホックが向こうに見えてくるんで撃っていく。これあれだね、ファラ対策を無効化してないんで、私としてはとても動きやすい。マックリーとかもうちょっとね上で撃ってきてもいいんだけど、下の味方があれかな、結構強いのかな。味方が強くて、まあ、こっちに集中できないのかね。さてどうしようかな。さすがに対策してきそうだから、最初はちょっと隠れてようかな。隠れてコンカッシブブローで相手を穴の中に落としたい。さあザリア、お前だ。あー落ちないかちょっと無理か。まあ普通にやっていきましょう。おっと後ろからマクリーとロードホックがいる。一発当たってしまう。適当にちょっと下がり気味に、ちょっと死なないことを意識して動こう。マクリーを撃っていく。いてててて、なくらったぞ。倒した、マクリー誰か倒してくれた。ナイス半蔵。
ちょっとね、援護していきますか。厳しい、難しいよね、やっぱ穴の中に落とすのって。ルシオとかロードホックだと穴に落とすのは結構簡単なんだけど、コンカッシブブローはな、無理だな。ただ相手が上を見てこないんで、もう上からずっとロケット打ってましょうか。ポーンポーン、お、ザリオがついに気づいた。落ちれ、お、あれ、なんだなんだ、すごい軌道取った。鎖か、俺がコンカッシブで吹っ飛ばしたところを鎖で捕まえたの、すげえな今の。おっと、なんか食らった。なんか気にせず相手の方に突っ込んでいく。なんか敵が見当たらない。お、ホックが出てきた。ホックはちょっとダメだ、ホック、お前はダメだ、ちょっと逃げようか。あ、倒した。おっと、ルシオさん、ルシオさん、君は確実に仕留めておきたい。で、ゼニの音がするね。ゼニを投げてるね。で、1発、2発、3発。で、サージが決まってるが、横には私がいる。もう友人の剣を発動してるゲンジがいるが、味方しかいないんで、これはもう、ああ、かわいそうなことになってる。味方強えな。ちょっと味方がすごい働いてるからな。私がいなくてもこれは勝てるんじゃないか。おっと、背中からロケットをぶち当ててく。で、こういうとこたまにね、上昇を使って、おっと、鎖をかわした。これはでかい。鎖を避けれたのはでかいぞ。これまた安全圏で上から、あ、いいね、そうそう、ロードホックのそれ、穴に落としてく。パンチでゲンジを葬ってく。うん、結構これ余裕があるな。ちょっと味方が強すぎるかな。おっと、ゼニアットのウルトしているが、全然ファラはノーマークだ。打ち放題、もう押してるね。これはもう負けないかな。でウルトが溜まったんで、あ、ちょっと下がるか、ちょっと下がりますか。敵がわらわら出てきてる。で、この辺でぶっ放す。リーパー？リーパーいたの？おっと、おお、ゲンジ君が、ゲンジ君がいい加減、お前いい加減にしろよと登ってきた。おっと、ここでルシオのウルトありがたい。ここで暴れるぜ。ほら、ゲンジ、お前だ、お前だよゲンジゴリラやってリーパーやってって感じで、まあ、リーパー先にやるか。リーパーやって、リーパーやって、ゴリラはもう死んでて、残るはゲンジ、君だけだ。ああ、倒したな。もういないか、これで。はい、勝ちでございます。やっぱね、ファラー、マークされないとやり放題なんで、マークしといた方がいいですね。これ死んでないんじゃないか、今回。で、POGはまくり。おぉ、ルシオやって、あ、ゼニをね、やってたね、ここで。はい、こんな感じでした。以上です。ありがとうございました。